5個簡単か4人しかいないボール5個だって10人なんだいつもだって4人で3個とかですよどんだけ4人で投げるタイミングすらじゃあ4個でやってみますはいじゃあ1個持ってくださいはい、はい、じゃあ赤チームじゃあ青チームもう1個はいいいですかじゃあこのハーフコートの中散らばってもらってまずは簡単もうボールを投げるだけです赤の、青、黄色、赤の順番で。ね、いいですかあ、ミカとトムちゃんこっちね。このハーフコートの中こっちだから。さあ、順番大丈夫順番大丈夫で、ポイントは一つ、ポイントは一つ。さっきのパス交換と一緒ね。声出したり、前に出たりしないと、一人ですがボール2個抱えちゃったりとか、ふわっとボールが飛んでっちゃったりします。そんなことないようにね、12人いる中でボール4個しかないんですから。はい、どんどん動きながら自分のパスの相手の色見つけて。みんな動いてください。同じ人からじゃんってばっかりだって、いろんな人からボールが来た。はい、どんどん出していこうぜ。さあ、ともちゃんどんどん動いて。さあ、ガンガン動いていこうぜ。さあ、どんどんもらう人、ボールもらいって。ああ、もらいって。リナちゃん、声出せ、リナちゃん。リナちゃんが一番楽しんでくれる。さあ。リナちゃんが楽しくやってくれて困っちゃうんだよ、今日は。初めてやってくれる。そう。どんどん動いて。そう。ああ、ボール4個はさすがに簡単じゃないか。はい、55秒経過。さあ、ガンガン動こうよ。はい、オッケー、ちょうど1分です。